ユーロ JPI で倍が来ましたね。まあ、15時22分ね、こちら時計があるんですけども、4月17日で打ちましたね。これは5円もなくそのまま上がったんで打ってね、出戻しですよ。ここで下がった時だから打つチャンスだったね、今ね。ちょっと打っとくかな。ね、この時は打ってきましょう。これ上がりそうな感じするからね。たくさん打ってきましょう。ただ、ここ分かんないんで1000円ずつね。通りなんでね、このシグナル通りなんですよ。先頭だけどね、あと手直しするということですね。手直しするということで、とにかく変化を教えてくれるんで、で、何回もやってどういう癖かというのを先ほど話しましたけども、それを覚えてね、今デモだからね、設定覚えておいて、で、ここちょっと強引に行っちゃいますか。こういいとこだから。あ、いけない。下じゃなかった。上だ。あっち行った。ね、ここ強引にこう打っときましょう。ね。どうでしょうか。この手約インジケーターのいろいろ設定しまして、一番いいところを見てですね、それで、シグナルの目安ね、で、それから自分でね、ちょっと見て、先頭だからこんな負けてんですよ。ね、だけど、シグナルの変化があるということは、分かるんですね。で、その変化で、投資点ですね。だから、信用してるわけではないけども、非常にいいきっかけなんですね、このシグナル。上か下か大きく変化するんですね、意外と。ね。その知らせなんですよ。で、その特性をこのようにデモで調べておいて、ライブで通す。ほら、上がってきましたでしょ？ね？100万近く売ったんじゃないですか？ね、100万近く売ったんじゃないですか。50万ぐらいか。ね。で、全部上がったでしょ。あ、ということはシグナルこれ回ってたわけですよ。先頭ね。先頭もこのシグナル通り合ってたわけですね。こんな落ちたからと思ったんですけどね。全部やっぱり、勝ってんですね、これね。どん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 抜けてきました。いいね。こんなに下がったから、このシグナル指示からね。不安だったですけども、最初の不安とか少ないんですよ、量が3万ぐらいなんですよね。負けてもね。それでいい具合に落っこってね、この横見てください。あんまり急変で、バサーッと伸びるようなことになってないんで、それでモーションがついたんですね。
とにかくね、精密な正しい人間の勘というのは大事なんですよ。ね、これは身につけることが大事なんですね。直感をね。直感、僕はね、マツダ労働組合の将棋の、チャンピオン取ったこともあるんだけど、旗時代でね。勘をいろいろついてるんですね。名人取ってるんですけど、で、厚木支部でも名人取ってますけどね。日本将棋連盟の厚木支部で。大昔ね、そんなようなのも勉強のためにやってたんですね。あ、また来たです。今度、ユーロ JPY? ユーロ JPY は今度下だって。ね、今度は下だっていうことですね。まあちょっと今こっち一戸建てやってるんで、ね。これで待機しておきましょう。これ戻していきましょう。これどの程度採点ついてるのかな。終了まだ安いとこだね。うん、全勝でしょ今のとこね。残り1分ないですね。強いでしょ、半前は先生。デモですけどね、デモでやってますけど強いでしょ。ライブはもっと強いですよ。ね。ライブとしてはもっと強いですよ。